山尾浩平です。バキバキという名で画家、絵を描いてます。今までは、ドッペルっていう2人組のライブペイントの活動を軸に、関西で活動していて、で 2,3 年前にこっちに引っ越し、東京に引っ越してきて、で、そのライブペイントから、こういう壁画だったり広告の仕事だったり、そうですね、絵に関わるいろんな仕事をしてきました。何のために、分かりやすく言う、そうですね、自分がこの時代に今ここに生きてるっていうことを、それを残したいっていう気持ちももちろんあるしっていうのと同時に、単純に好きやからというか、絵を描かない自分の人生とか生活とかが想像つかない。よく次生まれ変わったら何になりたいですかとか聞かれるけど、絵描き以外はちょっと考えられない。そうですね、こうか不幸か A しかないって感じですね。だから単純にその今回 の、 そのコンポジションとか、そのアーティストがもうちょっとこう社会に外に出て、こういう公共の壁とかそういう部分にもっと自由に描けるようになるのがもちろん理想やし、そうなるために、そうですね、だからアーティストがもいろいろ意見していって、そういうコンポジションみたいな団体といろいろ意見の交換とか協力していって、でよりそういう場所を作っていかなあかんと思うし、うちの人を巻き込んでいく一つの方法として、そういう学校でもいいし、町の人でもいいし、今回でも俺がテープ貼って、塗るのは別に誰でもできるし、この白い枠の中に子どもの絵とか町の人の絵があっても俺は全然いいやんか、そういう風にこうその作品自体にその町の人とかが関わったら、それだけで全然思い入れも変わるし、参加してるっていう意味で の、 その見方も変わると思うし、絵描いてたら今日もすごいファンキーなストリートミュージシャンみたいなおっさんに声かけられたりとか、壁に絵があるのもそうやし、こう描いてる行為自体がやっぱりなんていうんですか、ちょっとでもそういう見る人にとって刺激っつうか、ちょっとでも何か感じてもらえたらなっていう気持ちはあるし、それで声かけられたりとかコミュニケーションを取るのはすごい、家で絵描いてもそういうことは起きないんで、すごい楽しいです。今回やってすごい、壁画っていうこと自体結構最近ずっとやってなくて久しぶりだったんですけど、正直すごい楽しかったし、すごい身にもなったし、でスタッフのみんなもすごい協力的でっていう、そのアーティストに対するサポート意識みたいなのをすごい感じたし、
なんかだからアーティストって結局一人やったら何もできないっていうか、そういう支えがあることによってよりなんていうかね、スケールの大きな表現ができると思うんで、とはいえまあなんていうんですか、思うところっていうか、もっとこうしたらいいのにっていうことはもちろん多々あるし、そういうことをまあほんまにさっき言ったみたいに話し合ったりとか、なんかきっとコンポジションだけで話し合ってもまあそれはそれなんですけど、やっぱそうアーティストとしっかりコミュニケーションを取るなり、なんていうんですかね、そういう風にこうまあちょっとした共同体じゃないけど、まあ壁を持ってくる人、壁に書く人っていうところで、もっとコミュニケーションを取ってより良くしていきたいなと思える存在です。すごいボコボコで、はい、できました。いやでもほんま楽しかったです。もうここ数日間いろいろドラマがあってやってよかったと思える、まあ今年最後の大きな仕事だったんで、はい、ありがとうございました。